はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、じゃあ続きをやっていきましょう。この暗い洞窟の奥ですね。もうこれ絶対何かいるでしょう。海賊もなんか言ってたしね。そして音がなくなった。でもさ、よくさ、あの海賊もさ、こんな窮地のところでさ、メモを書き残すよね。そんな書いてる暇ないと思うんだけど。ここ絶対広場、このいるよ、絶対いる。ビンビンフラグが立ってるもん。てかさ、こんな明るいさ、石を装備しながら行くと見つかるでしょ。上か？そうすると。感じ的には雲かな。雲のでっかいバージョンみたいな。わあ、そうだよ。あれ、必殺技ゲージって溜まってたっけ。ギルガンチュラ。また明かりがあるけどさ、この明かりを壊すとどうにかなるかどうかだよね。どうにもならないし。あれ、敵を出してきたな。まあとりあえず後ろを取りつつ攻撃をしていくと、なるべくモーションを取ったら回避行動を取りつつというところかな。あ、そうか、ちっこい雲を出してくるからあれがあるんだ。お、これはちょっときついな。いいね。おら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 。このトルネードがね、使えるよね。いって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 。ターゲティング外れた？いや、そういうところじゃないよ。コンピューターマジでヒットポイント減らねえな。それはすごいな。いいね。ここで竜巻をめっちゃ発動させよう。お、え、なんだなんだなんだ。やばい、いつの間にか毒になってる。まず毒消しそう。お、使ってヒールポーション1個使っちゃおうか。うお、来てる来てる来てる。受かってるね。あれ、攻撃だったんだ。え、ちょっと待って、なんで毒になってんの。近くにいるだけで毒になったか。まあでもこれくらいの毒だったら折り寄せんな。なんかすげえレーザービームみたいなの入ってなかった今。おら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 。もう完全にゴリ押しだよな。おら、ここで。これもでもない。凄まじいダメージが当たるかって言ったら結構当たったか。どっちやねんって感じだけど。でもこいつを倒したら毒も回復したな。どういう原理なんだろうか。お、なんだ、粘石。え、粘石を手に入れたけどどうすんだ。燃える石だから光が強くなりそうな気もするけど、まあいいか、とりあえず先へ進みましょう。ここら辺に特にアイテムはなさそうですね。日の出が丘。また海岸に出てきたな。東の方か。
いや、よくこんなところで一人で過ごしてたな。ちょっとあいつに会う前にここら辺を探索したいっちゃ探索したいんだよね。何かあるか。これをとりあえず取って。お、びっくりした。なんかすげえ巨大な敵がいるかと思ったら。ちょっと地図の端は埋めていこう。これは何でもないか。これ何？ロケーションなのこれ。打ち上げられた意外。おお、こいつは面白いな。ロケーションのさ、近くにはなんかあるってあったけど、なんもねえな。で、あとこれはココヤシ。こっちに鉱石類があるな。これを破壊して。奇妙な塊か。なるべくね、鉄鉱石が欲しいんだけどね。でもあそこにいた人さ、こんな動き回ってる人たちがいてさ、何も気づかないのかね。これ完全正面に回ってるよね。おーいおーいおーい、どうだ、小掛け。ピュッて顔出す。気づいてくれるかな。ピュッて顔出して。でもあっち向いてるか。おーい、どうだ。完全に頭のおかしい人だな。あ、キャンプみたいになってんじゃん。声をかける。めっちゃ不安そうな顔してるし。どこなんだろうここ。商人風の女性ってさ書いてあるけどさ、どこがこれ商人風なの。全然商人には見えないんだけど。約束してた商談の日時はとっくに過ぎてるし。いや、さっきからさ正面行って顔を覗かせてたじゃん。よく覚えてるね。こんなやついたっけ。うん、まあここにいるよりはね、集落に行った方が全然安全だからね。大商談。ディナ。上等じゃない。これはきっと私への挑戦状ね。こうなったらその漂流村とやらで商売を成功させてみせるわ。まあたくましいのはいいんだけどさ、確かに商談と言ってもなって感じだよね。これで10人になったよね。10人のところがどっかあったはずなんで。あとシスターがいたところも暗い洞窟の先だったけど、見張り台の上にヒュンメルがいるな。あ、これもしやマンゴーとか売ってくれっかな。店舗。いや、回復アイテムをちょっとね、欲しいよね。交易所。掘り出し物の購入。掘り出し物ってなんだよ。交換や取引。ここでしか手に入らない掘り出し物を購入することもできると。いや、全然構わないさ。女性のためなら、喜んで協力してあげよう。お、やった。虫駆除剤。あ、これあれじゃん、蜂が出てきたところに使えるんじゃん。おお、いいねいいね。
ってかいろんなところってかさ、そのまんまさ、この前の蜂の巣が乗ってるし、あれでごひいきにって読むのかな。交換するって何？ゆっくり見てってね。あ、こういうやつね。蜂蜜とか料理してねえからな。それじゃまたね。掘り出し物を見る。あ、来るの法事とかあるじゃん。ココヤシとか。あれ？空き瓶があるよ、空き瓶。めっちゃくちゃ、めっちゃくちゃぼったくんな。なんでさ、空き瓶一つでさ、こんな交換しないといけないの？グアラニーガのさ、爪とか超貴重なのに。うわぁ、これはぼったくりだな。空き瓶だよ、だって空き瓶。取引を頼むってなんだ？どういうこと？取引と？これ一回一回戻るんだけど、交換。あ、引き取りか。なるほどね。これはもういらないよってことか。丈夫な骨いらないから軽い骨が手に入る。あ、これは貝の素材が手に入るんだな。あ、なるほど、なるほど、なるほど。ってことはだよ。上位の素材を交換するのか、こっちか。虫をスタンさせる。これもさ、あれなんだ、なんかいっぱいあった方がいいな。これ結構楽に手に入るから、まあ5個くらいちょっと交換しておくか。これはとっておきよ。あ、これも普通にあるね。濁った粘液か。他のはすげえいっぱいあるね。これ貴重だな。やっぱり巨大ガエルが蓄えていた胸焼けするほど甘い粘液。ああ、なるほど、多分あのごっついやつだな。で、ジギタリス。賭博士のコイン。レアアイテム入手率アップ。超欲しい。サラマンダインの皮とか。もう全然わからん。もういいの？あとは、ちょっと。うわ、期限が短くなってる。ラテカ樹脂。ちょっと、これ、ラテカ樹脂。どこで手に入れられるんだ？海賊の宝。ビミナル。食？時間。ああ。革の手袋とか。いや、ちょっとラテカ樹脂とかどこにあるかわかんねえかな。一応、話しかけよう。海賊のお宝探し。ラテカ樹脂とかさ、あの倉庫のとこに眠ってねえかな。古びた地図、暗号めいた言葉と宝箱の絵。宝の地図よ。海岸沿い。我は蜂の王、居城よりいざ出向かん。東に2、西に5、南に882とか、何それ。北に885だってって。ああ、メライね。 1.3 メライ。いや、全然わからんわ。すぐには難しいよ。まあやっぱりこういうのは折半だよね。で、おっさんどこにいるんだ。おっさんは おっさんの居場所がいまいちわからん。交易所ってどこ？交易所っていうか倉庫どこ？ここ倉庫じゃなかったっけ？おっさん、おっさん。中かな、そうすると。
あれ、アリスがいない。あ、いたいたいた、おっさん。ムニエルが好きなんだね、こいつは。はやっ。え、ムニエルなんてどうやって作んのよ。俺全然食事作ってないからな。また勝手に女性のところに入る。怒られるよこれ。まあいいか、とりあえずどっちへ行くかだな。この虫の巣を破壊するか。もう一個ね、あったはずなんですよね、通れるところが。ちょっと地図を見ると、ここがね10人で行けるはずなんですよね。クエスト、海賊のお宝探し。なるほどね。先にこっち行こうかな、近いし。あとラテカ樹脂だよな、ラテカ樹脂。ってかさ、クエストの長さってどれで決まるんだ。あんまり進みすぎるといけないってことかな。で、ちょっとこれ地図を見て、あ、ここだ、ここここ左の方。あ、そうか、地中から湧き出てくるやつがいるんだったね。こいつこいつこいつ、ほら、なぜか俺もぶっ倒れたっていう。よし、要請しよう。さて、一丁やろうや。いいね。助かったぞ。今誰、ヒュンメルか。あ、そうか、ヒュンメルも人数に加わってたんだ。だから11だったんだ。なんか一人多いなと思ったら、あれ、これもし宝箱があるだけ。奇人の霊こう、なんかすげえな。え、何これ、虫駆除じゃなくて奇人の霊光を見たいんだ俺は。 SP 最大値プラス10。はい、え、誰にっていうことじゃないんだな。あ、全体的な話か。あー、なるほどなるほど。右下の SP ゲージが右に伸びましたね。あ、それで最終的には一周するのか。あ、で、これはこれで終わりか。あ、まあでも来てよかったな。硬いなー、相変わらず。なんで俺相打ちになってるの、毎回毎回。じゃあそうすると回地図を見て、どっちから行った方がいいのかな。こっから戻るか、こっから進むか、なんとも言えないね。ちょっとこっち移動するか。で、こっから戻ると。おお、こうやってみると結構広大だな。もうこいつは雑魚だ、完全に雑魚だ。あ、そうか、ソニックスライドはもう極めたからな。どうしようかな、別のに変えようかな。って言ってもね、なんかこれがっていうのがないからな。ラテカ樹脂、いや、ないな。ちょっとラテカ樹脂がどこで手に入るか調べようかな。一応今2つくらい持ってたはずだから。ラテカ樹脂ってことは多分この木から手に入るんだよね。あ、いけ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 。こいつも近くだからな。 OK、
でもこいつは重質繊維を持っている。いいね。あれ殺虫剤ってどうやって使うのそもそも。やっぱりソニックスタイル一番使いやすいわで図体のでかいやつにはこのトルネードソード。痛い痛い。あれお前もいたか。どこへ行く。トルネードソードはレベルが上がるとどうなんだ。ここに鉄鉱石系があるからこういうのをね細かく回収していかないと。えマジで殺虫剤どうすんのこれ。意味わからん。まあいいや、とりあえずここで、えここにひっついてアイテムで殺虫剤使うの。そういうもんなの。使いますか。はい。えちょっと待って待って待って、エッジで調べてちょっと待ってよかな。すげ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 、蜂蜜すげ蜂蜜すげ。まずこっち行くか。海賊の地図がこっちっぽかったからね。おお出てきたね。あいつがいるか。また宝箱がでもあっちにあるな。これはなんだ。なんでもないか。上には行けないね。あれこの伝って登れんの。って突っ込んできた。とりあえず装備を冒険具こっちだな。伝を登れる。あれ伝登るのってなんか押すんだっけ。なんか忘れた。伝の登り方を忘れてしまった。とりあえず行けるところから行こう。さてあとはこいつを倒す。うおー痛いー。やばい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 、はめられた。ここの戦闘が終わったらちょっと回復させるか。あっちに狼がいるけど奴らは近づかなければ襲ってこない。本当はおとなしい狼なんだ。それを人間が縄張りを荒らす言えてねえし荒らしに来てるから仕方なく仕方なく人間を襲っているんだ。そう思うとやっぱり人間っていうのが侵略者なんだろうな。これ結構時間かかんな回復するまでに。いやでもね回復アイテムはね貴重だからね地道に回復させないと。だいぶヒットポイント増えたね。でも1000いってんじゃんもう。おお1000超えてるね。まずはこれを破壊してラテカ樹脂。お来たー。どうしようかな。戻ろっかな。なんかイベントが終わってても嫌だしな。ここまで来たからな。ちょっと一回キャンプに戻ります。セーフじゃなくて。キャンプキャンプと。そうするとラテカ樹脂はやっぱり結構貴重なんだな。手に入れたぜ小舟。あれ持ってなかったっけ俺。一覧レア素材かな。ラテカ樹脂は2つしかないか。持ってると思ったら全然持ってなかったってことはあそこにラテカ樹脂があるけどだよね。
で、上行くとイベントが始まるけど、下行きたいんだよね、こっち。海賊のお宝探しに。やっぱり木を破壊して。ラテカ樹脂あと1個か。1個しか持ってなかったか。これでアイテム系が復活してるかどうかだよね。ある程度のモンスターはちょっと無視しつつ行って。木があったら、回収していくと。この辺の鉄鉱石が回復してるかどうかだな。うわ、全然回復してねえ。ってことはあそこの木も全然回復してねえわ。そんな単純な世界じゃなかったここの世界は。まあ、このね小さな葉はねすぐ手に入るから。いやー全然ダメだな。こいつも無視しよう。殺虫剤のところは、おお、来てる来てる来てるめっちゃ追っかけられてるな。フラッシュガードが発動した。さあ進め進め。あ、さすがになくなってるか。あれ今地図何パーセントだ。結構探索したと思うんだよね。一発ぶん殴って必殺技やって、それでサクサク進んでいけるはずなんで、なんだかんだですぐ戻ってこれたな。ニック機こいつね。よーし。いやー、やっぱ強いやつはそれなりに持ってるね。ここにラテカ樹脂があったんだよね。ん、左に行けるけど、どうしようかな。右にも行きてえしな。うおー、いっぱいいるね敵が。こいつは突進するしか能がないか。いやー分厚い皮は結構助かるからな。オーケーオーケーオーケー。鉄鉱石を2つゲット。うわ、こいつまだいたのか。来る。モンスターすげえいっぱいな、ここの島は。本当に人間が荒らしてない分だけ完全にモンスターの縄張りになってるな。いや、これさマジハマるんだけど。よーし。お、剣仙牙みたいなのを手に入れた。めっちゃレアでしょ、名前からしてだけど。あれ結局、ああ、ここもあれか、15人、崖崩れに15人必要なのか。まあでも印がついたから、まあよしとするか。あれで、こっち行くと、そろそろ宝の地図のありかに行きそうな気はするんだけど。ここは恐竜村の対岸に当たるようですね。長い砂浜が続いてるな。おお、なんかびっくりした。ゲボウ入ってる。海岸ってのはどうだ。ここならよく釣れそうだ。ここはちょっと任せなさい。いってこいつ厄介だな。落車に切り替えて。うわー、あいつはあいつで硬そうだな。任せろ。おお、てかマジ鈍すぎる。こいつほっ、今の回避できなかったの。超食らうんだけど。てか鈍すぎてかわせない。ほらブレイクしないこいつ。ほらほら、あー、なるほど、こういう技か。使いづれえな。
このカニマジ強いわ。お、ブレイクした痛い。もう死にそうだ。あれ、なんか下がってるね。いやーきついわ。お、ジャモンコを手に入れた。読み方合ってんのかよって感じだけど、コンピューターはねあんまり減らないからね、そもそも。あれ、人がいる、もしや。こんなところに子供じゃないか。よく襲われずに済んだよな、毎回毎回言うけど。声をかけてみましょう。お、俺どうしたらいいんだよ。まあ、そりゃそうなるよな。俺たちが来たからには安心だ。は、人？レイヤ。あいつがいなくなってて。命の恩人。ああ、なるほど。あれ？こいつはだからまだ見つかるまではここにいるってこと？ここやし。いや俺としてはさ、その海賊の地図的なもの探してたらここにたどり着いただけなんだけどな。あれ、宝箱上にあんのこれ。どうやって行くんだよ。ジャンプ力がアップするやつとか後で手に入んのかな。なんか上とかにねあるしね。おりゃ、鉄鉱石1個か。お、こっからなんか上に登っていけそうだな。でもどん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 。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おお、なんか蜂蜜がいっぱいあるね。ロケーションじゃんここ。蜂塚。まあ、とりあえず蜂蜜を洗わそう。蜂蜜をよこせ。まあ、ここで調べられるけど、ちょっと蜂蜜をね回収してから。あれ、蜂蜜下に落っこっちゃった。そんなことない。なんか敵が、うわ、あいつか。ああ、こっからでも宝箱のとこには行けそうだな。まずはこれを調べよう。海賊の宝箱。え？何、謎解きもさ何もあったもんじゃなくね。こんな簡単に手に入っていいの。目的地を目指していたらなんか知んないけど手に入った、そんなノリだよな。でこっちにも宝箱があって、あ、これは経験値か。この鳥はねちょっともう鬱陶しすぎる本当に。でこっから宝箱が取れて、よし、鉄鉱石5。うん、意外にいい感じだったな。じゃあちょっとセーブポイントは、あ、ここに作られたよね。あれ、あ、今ここにいるからか。あれ、移動できねえな、なんでだ。え、もしやイベント終えないといけないってか。あいつを無視していくわけにはいかないのか。え、サハダがちょっとだいぶ減っちゃってるからな。回復させよう、まずは。あのごっついやつね、いいアイテム持ってるんだけどね、やっぱりそれなりの危険を伴うな。なんか知んないけどさ、これ必殺技ボタンとさ、そのフラッシュガードボタンが同じだからさ。なんだかよくわかんないうちに発動するときがあるんだよね。よし、 OK。 さあ先へ進もう。もうこいつらは仕方。
じゃあ多分この先かな。いや早いね、確実についてくる。てか防具を全く強化してないからな。お、ラテカ樹脂、ラテカ樹脂、ラテカ樹脂をよこせ。ない、危ない危ない危ない。またあいついるのか。いや、まあ、崩れたとは言ってるけどね。あ、これはあれか、海賊のメモか、単なる。トカゲやヘビみてえな威嚇音が聞こえたら気をつけろ。奴らが近い証拠だ。奴らはどこにでも現れる。今じゃ気が触れた連中は奴らに食われに行く始末だ。冗談じゃねえ、泣く子も黙る海賊がいつから狩られる側になったんだ。こいつはここに隠れてたのかな。あ、大していいアイテムを持ってるわけでもないからね。これ上行けそうだな。あー、向こうに何か。またあいつが待ち構えていたな。やつが来る。え、この先？おう、おう、怖い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 。あ、こいつのことか、多分。こいつに捕まってたんだな、ピッカード。モキュモキュって鳴くんだ。ナスビ。取り上げるの、ひどくないか。いや、もしかして。おー、どこへ行く。ピッカードって浮くの、そもそも。何このツンデレ君は。レイヤ、なんだこの生意気なガキは。こいつも戦闘とかに参加するのかな。やはり子供の手も借りなければ。生き延びるためにはそうするしかないんだ。さすがにピッカードは戦闘に参加させないか。でもリゾルパロがな、戦闘に参加してるからな、こいつも参加する可能性が出てくるな。え、どっかで会ったような気もするって、なんだ。非常食。ぴったりの仕事。ああ、農場か。
水やりと草むしり。おお。あ、さっきのナスビでいいじゃん。心当たりはないかなとか。え、なんで使っちゃダメなの。あー、なるほど。やりたくなかったんだね。すげえな、よくこんな作ったな。確かに毎日水やりはいいんじゃねえの。でもさ、出来上がるまでにめっちゃ時間かかるよね。収穫までにさ、何ヶ月もかかるっしょ。まあただいつ脱出できるかわかんないからね。農場栽培してもらえると。ほんほんほん、野菜が育っていれば収穫できるっていうけど。そんなすぐにできるか。これ何、かかし。まあ一応かかしも作ったんだね。おお、ピッカード、ここにいる。ピキー。あれ、これはどこだ。あー、上のところか。とりあえずこれで右側のところは探索した感じかな。でさらに左側の蜂の巣を叩いて、先へ進んでいけば良さそうな感じですね。あ、そうだそうだそうだ、あとこいつか。宝探しについてと。いやー、ただ地図を地図の通りに行ってたらあっただけなんだけどな。さらに謎かけが待ってるとかないよね。こんなでっかいの持ってきたの。さあ開け。紙切れ。いやー、また謎かけとか言わないでよ。おお。宝を追い求める者へ。残念だがこいつには最初から中身なんてものはねえ。だがその知恵と勇気は買ってやる、キャプテンエル。一本取られたね。まあまあ、とりあえずこの箱をなんかの入れ物になるじゃん。宝箱の底が不自然にずれているように見える。おお、二重底。書物と紙切れ。青き調合書アマ。宝を見つけた者へ。この二重底に気づくとは大したやつだ。逆にこいつに気づけないやつはそれまでのやつってこった。大したもんでもねえが、なかなか役立つもんだ。取っとけ。まあまあ、口止め料を払ってもらいたいね。そうすると一応好感度は上がったな。で、なんか手に入れたから、どこだ？あれ？アマって何？結局何が手に入ったの？え、マジで分かんねえんだけど。書物。あー、大事なものか。知識のある人物に渡そう。薬の調合書。お、これはってことは、名前忘れたけど、こいつか。
下手じゃないよ。おお、調合所キルゴールか。甘い妙薬、え、甘い妙薬ってさ、経験値が上がるやつじゃないの？なんでこんなもん調合できるようになったんだ。っていうかさ、100だからね、もう100とかさ、多分だいぶしょぼいと思うんだよね。ヒールポーション使っちゃったから、ちょっとヒールポーションを補充しておこう。お大事に。てかお前ら何2人で話してんだよ。この野郎いつの間にちゃっかりと。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、また次回ですね、探索の方を進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。